どうも、積みプラから何を作るか迷ったら大体何も作らないでその日は終わる、サボリマンです。今回はガンダムビルドファイターズよりビルドガンダムマーク2を作っていきたいと思います。2013年キットか、お値段税込み1980円、懐かしの赤番台、 HGBF ナンバーは4番、ベースになっている機体は機動戦士ゼータガンダムのガンダムマーク2、バックパックは可変モビルアーマーギャプランを参考に開発した強化ユニットになります。強化ユニットの名称はビルドブースターマーク2、戦闘機形態から分離変形してビルドガンダムマーク2に合体します。ガンダムマーク2の武装類も付属するみたいなんで詳しく見ていきたいと思います。ロマンあふれるビルド機体、いざオープン。説明書、ランナーを並べてみました。ランナーは全部で5枚入っていました。多色成形のランナーは1枚入っていました。続いてランナー別に見ていきます。2002年製のガンダムマーク2のランナーが全部で3枚入っていました。ベースとなっているガンダムマーク2のランナーは旧 HG の2002年製のガンダムマーク2のものが使用されています。ちなみにリバイブ版のマーク2は2016年キット化なので、このビルドガンダムマーク2の3年後にキット化されています。なのでベースになったガンダムマーク2はかなり古いものが使用されていますね。続いて2013年製の新規造形ランナーは2枚入っていました。2枚とも強化ユニットのビルドブースターマーク2のランナーになります。あとビームサーベル、1999年製のポリキャップ、ホイールシールが付属します。以前から作りたかったビルドガンダムマーク2になります。マスターグレードも積んでいるので今後また比較をしたいと思います。まず機体そのものは本編には存在しない幻の5号機であり、テスト機体として運用されていたため、その存在が今まで知られることがなかったという設定、さらに塗装前の段階になって5号機も英語に脱出されたという設定が後付けされています。ビルドブースターマーク2はコックピットブロックが分離し単独行動が可能。武装類見ていきましょう。ビームライフルマーク2、ジェネレーター直結型、ビームライフルマーク2、シールド、ビームサーベル、ガンダムマーク2の武装、バズーカやシールド、ビームサーベルやビームライフル、頭部に装着するバルカンポットも付属しています。ビームライフルマーク2は両手持ちをすることもできます。パーツリストになります。余剰パーツは全部で6個出る作りでした。それでは神指弾もヤザンゲーブルもびっくりのビルド機体作っていきたいと思います。その前にぜひグッドボタンもお願いします。まずはボディから組んでいきます。 QHG のマーク2が使われてますんでかなり古いです。腹部はモナカだけど段落ち処理がされている。頭部根元はポリキャップ、ボディの内部はこのような構造になります。ポリキャップが3つ、挟み込む構造、マーク2特有の腕部根元のパーツを接続、ここでビルドガンダムマーク2の新規造形パーツを正面に接続、胸部ダクトのパーツも新規造形で作られています。ボディ完成しました。合わせ目から見ていきます。ボディと腹部の側面に合わせ目が発生しますが段落ち処理、上部には一部合わせ目が発生します。続いて可動域、腕部根元は前後に若干可動、上に大きく動かすこともできます。頭部根元のポリキャップは埋まっていて可動はしません。腹部のパーツも固定になるので可動はしません。続いて頭部を組んでいきます。顎パーツのみ別パーツ化、マスクとツインアイは一緒のパーツになっています。頭部は縦割りで横から挟み込むタイプ、ブレードアンテナとセンターのパーツは新規造形、基本的な頭部のパーツはマーク2からの流用になりますが、ブレードアンテナとセンターのパーツのみ新規造形になります。ツインアイのホイールシールを貼るのを忘れていました。ツインアイのホイールシールを貼ってみました。こんな感じになります。頭部完成しました。ブレードアンテナには安全フラッグがついていて少しやぼったい感じがします。設定色だとブレードアンテナはイエローになりますが、ここはホイールシールでの補填が用意されています。貼ったらかなりダサくなりそうですね。合わせ目箇所は頭頂部に発生、後頭部は段落ち処理がされています。頭部をボディにドッキング、ポリキャップ、続いて腕部を組んでいきます。前腕部内部はポリキャップが3つ、モナカ関節パーツはワンパーツでポリキャップにかぶせるだけ、二の腕の外装パーツもワンパーツ、肘関節に軸とポリキャップで接続、右手のハンドパーツはビームライフルを持つものしか用意されていません。ボールジョイントとポリキャップで接続、肩アーマー外装は挟み込むのみ、側面のスラスターパーツは色分け。腕部完成しました。合わせ目からチェックしていきます。肩アーマー上部に合わせ目、肩パーツにも合わせ目、前腕部正面と裏側にもまっすぐの合わせ目が発生します。続いて可動域、肩アーマーは大きくスイング、二の腕から下はロール、肘関節は二重関節になっておらず限界でこのぐらいまで曲がります。ハンドパーツはボールジョイントで柔軟に可動、上半身整ってまいりました。軸とポリキャップで腕部をドッキング、右腕も軸とポリキャップでドッキング、上半身完成しました。2002年のガンダムマーク2がベースになっているので、まあ作りは古いですね。合わせ目がかなり大量に発生します。続いて足パーツを組んでいきます。関節パーツは2パーツ構成、つま先のパーツは軸とポリキャップで接続、
アンクルアーマーは2パーツ構成で中央に合わせ目が発生してしまいます。パーツの噛み合わせがなんだか悪いですね。足パーツはアンクルアーマーの中央に合わせ目、関節フレームの中央にもまっすぐの合わせ目、足裏は外側に肉抜き穴が発生。続いて太もも、内側にはポリキャップが2つ、膝関節もモナッカ、膝下の関節フレームもモナッカ、膝下の走行内部はこんな感じ、かなり敷き詰まってます。外装パーツを挟み込む、イエローのスラスターパーツは別パーツ化、膝関節に軸とポリキャップで接続、足パーツをボールジョイントとポリキャップで接続。硬っ、脚部完成しました。合わせ目から見ていきます。太もも外装パーツはモナカ構造でぐるりと合わせ目、膝関節もモナカ構造でぐるりと合わせ目、膝下の外装パーツも両側から挟み込むタイプになるのでまっすぐと合わせ目ですが、噛み合わせがいいのであまり合わせ目が目立ちません。もちろんふくらはぎ外装パーツにも合わせ目が発生します。お次は腰部を組んでいきます。特にビルドガンダムマーク2の新規造形パーツは使われておりません。すべて流用パーツになります。フロントアーマーは中央でカットできないタイプ、サイドアーマーは1パーツで軸とポリキャップで接続、反対側も軸とポリキャップで接続。腰部完成しました。フロントアーマーとサイドアーマーは独自稼働、リアアーマーは動きません。アーマー裏に裏打ちやディティールは特には入っていませんでした。下半身整ってまいりましたんで、ボールジョイントとポリキャップでドッキング、すかさず右足もドッキング。下半身完成しました。ビルドガンダムマーク2の新規造形パーツは何も使われていません。旧 HG のガンダムマーク2そのままの下半身になります。リバイブされたガンダムマーク2にはないこの下半身の力強さが旧 HG の特徴ですよね。これはこれでかっこいい。上半身と下半身を軸とポリキャップでドッキング。ビルドガンダムマーク2の本体がとりあえず完成しました。ほとんど旧 HG のガンダムマーク2といった感じですね。本当に新規造形パーツは少ない。強化ユニットのビルドブースターマーク2を作っていきたいと思います。その前にバックパックを組み立てるのを忘れてました。うっかりしてましたね。バックパックのパーツ構成も旧 HG と全く同じになります。リバイブではバーニアが全部くっついていましたが、旧 HG では全部分かれています。これでバックパックが完成。スラスターのパーツはモナカ構造でぐるりと合わせ目が発生します。バックパックの本体も側面と上部に合わせ目が発生します。バックパックは3つの凹凸で接続。続いてビームライフルマーク2、2パーツ構成モナッカ、ビルドブースターマーク2に接続するジョイントパーツをくっつけていきます。思いのほかパーツセンスが多くてしっかりしていますね。ジョイントアームをビームライフルに接続、ギャプランのようなビームライフルを2つ作りました。ビルドブースターマーク2の本体を組んでいきます。この先端の部分がキャノピーのパーツの扱いになるんですけれども、ここは色分けがされておらず、ホイールシールでの補填が用意されています。物は試しで貼ってみます。ホイールシールを貼ってみました。こんな感じになります。先端はメッキのようなシルバー、ブースターのパーツは2パーツ構成モナッカ、核となる中央のパーツも2パーツ構成、ブースターを軸で接続、ポリキャップは使用されていません。先端のパーツと軸で接続、こちらもポリキャップは使用されていません。ビームライフルマーク2を側面に軸で接続、軸での接続なので稼働するかとは思ったんですけれども、固定されていて動かせません。軸の近くに凹凸があるので3方向にしか取り付けができないみたいです。この向きとこの向きとあとこの向きになります。この状態がビルドブースターマーク2になります。先端のパーツがコックピットブロックといって、この部分のみ外して、裏側に 3mm ジョイント穴があるのでアクションベースに取り付けて飾ることもできるみたいです。もちろんビルドブースターマーク2の状態でも裏側の 3mm ジョイント穴を使って飾ることができます。それではビルドガンダムマーク2にドッキングしていきたいと思います。まずはコックピットブロックを外す、下向きに差し替えて装着をしていきます。この状態が本体に接続する状態になります。 3mm のピンでバックパックのポリキャップに接続、取り付ける位置はスーパーガンダムと全くもって同じ箇所ですね。ビルドブースターマーク2装着完了しました。結構重さがあるんですけれども、ちゃんと後ろに倒れずに自立をしてくれます。ビームライフルマーク2はギャプランっぽさがありますが、この装着の仕方はスーパーガンダムっぽくてかっこいいですね。それでは武装のビームライフルマーク2が腕に装着できるみたいなんで見ていきます。スライドしてビームライフルを外します。ベッドでビームライフルマーク2を装着するパーツがあり、ゼーマームのシールドを取り付ける箇所に装着、装着したパーツの軸にビームライフルマーク2を取り付けていきます。ビームライフルマーク2を両腕に装着してみました。正式名称はビームライフルマーク2ジェネレーター直結型というそうです。保持力も申し分のない作り。マーク2本体は旧 HG が使用されていて、まあ古さが否めないんですが、まあめちゃくちゃかっこいいですね。いやこのビルドデザインは本当にかっこいいですね。後で強化ユニットやビームライフルマーク2がリバイブ版に取り付けられるか見てみたいと思います。
ビルドガンダムマーク2完成しました。付属品見ていきましょう。ビームサーベルのエフェクトパーツが2つ。合体時にはコックピットブロックが余ります。残りは QHG マーク2の武装類。バズーカとビームライフル。バルカンポットシステムとシールド。あとハンドパーツがくっついた昔ながらのビームサーベル。余剰パーツはこのぐらいになります。胸部のダクトと胸部中央のパーツ。バックパック。頭部のパーツもあるので、通常の QHG マーク2も組むことができそうです。以上になります。詳しく見ていきましょう。今気がついて衝撃を受けたんですが、このビルドガンダムマーク2は右腕のハンドパーツの握り手がありませんでした。ビームライフル専用のハンドパーツしか付属しなくて、握り手ハンドパーツが付いていませんでした。なのでこの状態で全て飾らないといけません。ビームライフルマーク2は持たせることができますが、この前腕部に取り付けた状態だと手に何も持たないのにビームライフルの形をしているというちょっと不思議なキットになってしまいますね。それでは可動域からチェックしていきます。まずは頭部から。頭部根元はポリキャップで接続。頭部根元は動かないことがあって上下の動きはほとんどしません。首の長さがないので襟パーツに干渉してしまうんですが、無理やり回せば1回転させることができました。腰のひねりも見ていきます。フロントアーマーに干渉してしまうためこのぐらいまでしか回せません。続いて肩アーマー根元の動き、前後へは若干可動、上に上げてみるとこのぐらいまで上がります。腕の開きも見ていきます。肩アーマーはこのぐらいまで上がって腕は限界でここまで上げることができました。続いて足の開きも見ていきます。股関節根元はボールジョイントとポリキャップでこのぐらいまでしか開きません。続いて当チャンネルのルーチンワーク、膝立ちをさせていきたいと思います。可動範囲はそこまで広くはないんですが、足はそこまで長くないので膝立ちはできるのではないのかと思います。ビルドガンダムマーク2の膝立ち整いました。やっぱ可動域はそんなに広くはないですね。むしろ2002年にしてはかなり広い方なのではないのかなと思ってしまいます。続いて武装類を持たせてポージングを取らせていきたいと思います。ビームライフルマーク2は分離してシールドパーツを外すことでハンドパーツに持たせることができます。ハンドパーツはかなり古いですが、人差し指がちゃんとトリガーにかかっている造形。保持力は申し分のない作りですが、ビームライフルの後ろの部分が、デザイン上のせいかちょっと長いので、腕を曲げて飾る際はビームライフルを側面に反らしてポージングを取るようになります。左手の武器持ちでハンドパーツも用意されているので二丁持ちをすることもできます。あと QHG のガンダムマーク2の余剰武装になるんですけれども、これはモビルスーツオリジナルウェポンという扱いで付属しています。 QHG ガンダムマーク2の武装類を取り付けてみました。シールドにビームライフル、あとバルカンポット、リアーマーにバズーカもマウントすることができます。ユニットのポリキャップも余剰パーツを使えば塞ぐことができちゃいます。組み合わせることによってフル武装状態みたいなものを再現することもできちゃいます。これはこれでかっこいいですね。いろんな組み合わせるバリエーションがあって、なかなかにこのキットは面白いです。続いてシール補填と塗り分け箇所をチェックしていきます。バックパックのスラスターの向きが前後逆になってしまっています。途中で気がついてしまいました。ごめんなさい。本体は QHG のガンダムマーク2で合わせ目は大量に発生しますが、色分けは意外と優秀な作りで、逆にビルドガンダムマーク2の新規造形パーツのイエローの色分けがほとんどされていません。というよりイエローの成型色のパーツ自体がありませんでした。なのでシールはイエローだらけになります。近くで見たら本体が2002年製と古く、可動範囲も狭いですが、メカニックデザインがいいせいか、すぐ見でもめちゃくちゃかっこいいです。
続いて関連キットと比較してみていきます。まずは2002年にキット化された HGUC のスーパーガンダム。本体はビルドガンダムマーク2の流用元で G ディフェンサーと合体することができます。ビルドガンダムマーク2の強化ユニットの合体分離の発想もこの G ディフェンサーから来ている設定で、コックピットブロックが単独飛行できるのはコアファイターから来ているそうです。 G ディフェンサーとビルドガンダムマーク2を外して本体のみ比較してみていきます。ほとんど一緒でホワイトやイエロー、レッドの成型色も全く同じでした。変更点は成型色のブラックがブルーに変更されているのと、頭部アンテナと胸部中央のパーツ、あと胸部ダクトになります。関節フレームの成型色もグレーっぽく変更されていました。続いてリバイバルの HGUC ガンダムマーク2と並べてみました。2015年キット化でビルドガンダムマーク2の2年後にキット化されています。リバイブされ各関節構造が二重関節になっていたり、腹部がよく動いたりと、可動域が大幅に QHG から改善され、ポージングが決まりやすく、一家に1キットはあるのではないでしょうか。 QHG からプロポーションが細くなったり、ディティールが増えていないところもいいですね。ビルドガンダムマーク2の新規造形パーツのみ移植できないかとリバイブ版にパーツを差し替えてみましたが、やはり規格が合わず無改造では無理でしたが、サイズ感はほとんど一緒なので、少し工作をすればリバイブ版のビルドガンダムマーク2を作ることもできそうでした。試しにビルドブースターマーク2をリバイブに装備させてみました。特に違和感なく無改造でポン付けすることができます。そして普通にかっこいいです。工作を加えてオリジナルのマーク2を作るのも面白そうですね。頭部の比較画像も作ってみました。左側が QHG ガンダムマーク2、中央がビルドガンダムマーク2、右側がリバイブされたガンダムマーク2の順番になります。この頭部の表情が世代によって好みが大きく分かれそうなところで、 QHG のツインアイの悪そうな目つきが好きな方は多いですよね。逆にリバイブ版ではガンダムに寄せたかのようなマイルドな感じ、ひさしの角度が鋭かったりと、小さな違いで変化が出せるのが面白いですね。最後に HGUC のギャプランと並べてみました。ビームライフルマーク2を前腕部に装着する発想とデザインはギャプランから来ている設定で、ビームライフルマーク2にもムーバブルシールドが装着されています。ゼータ世代の方だとビルド系のガンプラは苦手な方も多いとは思いますが、ガンダムマーク2にギャプランの設定を混ぜたロマンあふれる設定を知ってしまえば、とても魅力的に見えてくるのではないでしょうか。はい、 HG ビルドファイターズよりビルドガンダムマーク2を作ってみました。本体は古いですが、パーツのポロリもなく、強化ユニットのビルドブースターマーク2との絶妙なバランスでとてもかっこいいキットでした。欠点は一つだけで、本体が古い、合わせ目が大量でポージングがうまく決まりません。以上になります。最後までご視聴くださりありがとうございました。参考になりましたらぜひ高評価、チャンネル登録お願いします。また次回の動画でお会いしましょう。